サンジョゼのスカイラインさん、ジョゼドスカンポスは、ブラジルのサンパウロ州の都市である。世界的に知られる、航空機製造メーカーのエンブライル社をはじめ、様々な企業が工場や拠点を置き、また、ブラジル国立宇宙研究所をはじめとする、様々な研究機関が立地する、ラテンアメリカの中で最も重要な工業と研究の中心地の一つである。 第三パウロ都市圏に隣接するサンジョゼドスカンポス、都市圏を構成している。都市圏全体で、の人口は82万人を超える。都市部は、平原から、丘陵地帯、市の北部は、標高660メートルから975メートルの高原地帯であり、マンティケーラ山脈と呼ばれる。山脈の最高峰は、標高2420メートルのピコドスマリンス山で、ある。 一方で、南部は海岸平野から標高4の500メートルの内陸部の平野とセラドマールの尾根の境界となっている。気候は湿潤で亜熱帯気候である。欠片の気候区分では温帯化う気候であり、夏は蒸し暑く、冬季は乾燥している。降水量は11月から3月にかけてが多く、この時期に年間降水量の72%が降る。 年間の平均相対湿度は76%で、ある。1592、イエズス会に植民が承認され、コンプリド側の下半に牧場が設置されたことに始まる。この牧場は、バンデー・ランティスなどによる、原住民狩りと奴隷化に抵抗する、イエズス会伝道書を隠すための偽装であった。1611年10月10日、植民地成長は原住民を奴隷として扱う。 古党からの解放を公認したが、ウコンをめぐる農民と宣教師との紛争により、イエズス会は1640年にこの地から追放された。それにもかかわらず、イエズス会は最初の牧場から1 5トル北東の現在の市の中心部にあたる場所に再び植民を開始したが、1759年のブラジルからのイエズス会追放後、ポルトガル国王の管理下に置かれた。 知事のルイス・モーロンはこれらの資産を生産単位に組み込み、徴税の増加を優先した。その結果、モーロンは副王領の行政教区への昇格による自治権の拡大に成功し、会計上の地位をビラに格上げした。19世紀に入ると、イギリス向けの綿花生産とコーヒーの生産が盛んになった。綿花の生産がピークを迎えた1864年に市に昇格した。 1871年には1767年からの名称であったビラデ・サンジョゼド・パライバ・ビーラデソーン、ジョゼド・パーラバから現在のサンジョゼド・スカンポスに改称した。1877年には鉄道が開通し、1886年にはコーヒー生産がピークを迎えた。その時より、 農業は衰退を続けたものの、1930年代まで堅調であった。1950年の航空技術大学の開学、1951年の高速道路の開通により、サンジョゼドスカンポスは工業と研究の中心地へと変貌し始めた。特に、1961年に開設されたブラジル国立宇宙研究所や1969年に、 創立されたエンブライルが本拠地をこの地に置き、ブラジルの航空宇宙産業の中心地となった。工業産、ジョゼドスカンポス市内には1922年に入植を開始した日系コロニアが存在する。2008年には日本人ブラジル移住100周年を記念して市内の公園に鳥居が建てられた。サッカー、ありがとうございます。